ただきありがとうございます。今日も集まれ動物の森やっていきたいと思います。はい、今日は青バラ、先日青バラが咲いた報告をしましたが、今日はその時作った作り方説明したいと思います。まずは種から、白バラと赤バラ、黄色、これは全部種から植えました。で、種から植えた植え方がこちらのように、まず白、白並べ方はね、2つ並べても斜めにしてもどっちでもいいと思います。で、こちらは種から赤黄植えます。そうするとこの今度下のように白バラの横に紫が咲きます。で、黄色と赤の方にはオレンジのバラが咲きます。この咲いた2つ、紫とオレンジ、これを次のところに移動させます、ね、ちょっと、はい、違う、横にね、この仕切りのレンガを置いたので、ちょっとやりにくくなって、これをね、次のところにこれも並べても斜めにしてもどちらでもいいと思います。そうすると今度は紫とオレンジのバラから、これつぼみになってるんですけど、赤バラ、ここで赤バラが咲きます。で、咲いた赤バラを今度次のところに赤バラ同士交配させます。そうすることによって青バラが咲く、これが一般的に言われている咲き方で、今回もこのやり方で青バラが咲きました。ただね、毎日の水やり、これを欠かさないようにしないと成功しないと思います。実際毎日水やりをしてましたね。白バラ、赤黄、ここは種です。咲いたものを次のところ紫とオレンジで、さらに紫とオレンジから赤が咲きますので、赤を次のところに移動する。で、毎日毎日水やりをしていると青バラが咲いた、これが今回の咲き方流れなんですけれど、他にもね、紹介されているやり方はありますのでね、どちらも
並行してやった方が確率はもっと上がると思います、ね、参考になったらやってみてください。あとは自然繁殖で青バラはどんどん増えるそうなので、これをまた違うところに移動させて増やしていきます。以上になります。皆さんもやってみてください。ハッピーハッピー。